ソコリニキ公園は、ロシアモスクワの北東部にある公園である。ソコリニキ公園、ソコルニキ公園とも表記される。単に、ソコーリニキとも言う。正式には、ソコーリニキ文化と休息の公園という。公園の名称の、ソコーリニキは、高城たちという意味を持ち、17世紀に、高城の本拠地があった。ソコルニチャ地区に由来する。 総面積は515.7ヘクタールである。そのうち229.2ヘクタールは自然史公園として特別に保護されている。7つの敷地が中心から放射状に広がっている。この公園は1万1000ヘクタールを超える面積を持つヘラジカ島国立公園と隣接している。展示・コンベンションセンターでは国際的な展示会や会議の他に 祭りなどの各種イベントが行われている。同センターの東隣には書道博物館があり、南側にはスケートリンクがある。子供向けの施設としては科学に関する展示を行っているインノパルクなどがある。公園のメインエントランスまでの距離については、そこりニ期駅からは0 4トルクレムリンからは5 6 5トルとなっている。皇帝イヴァン4世や、 アレクセイ・ミハイロビーチはこの地で高刈りを行っており、アレクセイによってこの公園の基礎が築かれたとされる。1878年、モスクワ市政府が公園を買い上げる。この年をもって都市公園として創設、開園されたとされている。1883年、公園の中心部分にドームのついた円形の木造建築物、ロトンダが設けられた。 1931年5月16日、モスクワ市議会などが公園の名称を、そこリニキ文化と休息の公園に変更し、都市公園として正式に設立した。1941年10月1日に、戦争の影響によって公園は閉鎖されたが、1942年には、公共楽団や劇場などが活動を再開している。1979年、 造園芸術の記念碑として承認を受ける。2015年、そこ売りに期の歴史をテーマに展示を行う公園博物館が創設される。ありがとうございます。